はい、こんにちは。今回は、高専の授業、科目において、単位を落としやすい科目ってどんな科目ですかというお問い合わせ、ご質問いただいたのでお答えしていこうと思います。お正月にね、おじいちゃんとかおばあちゃんから、落とし玉はね、たくさん落としてほしいけど、ちょ単位を落としてダメですよねだから。そういうことで、落としそうな単位。これちょっと、場合によっては、ちょっと苦戦するかもしれないよねっていうね、まあ授業の特徴とか、そういう科目の特徴っていうのをおさらいしていこうと思います。それではまず一つ目ですね。演習問題とかが少ない科目。これはね、単位を落としてる人が少し 多いいかなって思います、まあ、要するに演習問題が少ないってことは実際にテスト対策する時に何すればいいのってなることが多いんですよね想像したら分かると思います、まあ、実際に解く問題が少ないからえな勉強何していいか分かんないとかえ教科書の太字を覚えればいいのえそれとも何 え、教科書暗記しないといけないのこれね、対策方法が分かりにくかったりするんですよね。一つ目は、演習問題が少ない科目。高生の先生も、教育に熱心だったり、皆さんが勉強しやすいように、手配してくれる先生が、全員ではないので、1、2割ほど、そういうちょっと不親切な感じの、まあ、その、授業設計になってしまっているという先生は、まあ、少なくないかなというふうには思います。まあ、教科書とかにね、問題とかがあればいいんですけど、教科書にも問題がない。授業中にあまり問題も解いてない。プリントにも、まあ、そんなに演習問題が載ってない。え何すればいいのってなる科目、時々あります。二つ目です。 え、評価方法がテストの素点だけの科目。これどういうことかというと、一般的には、まあ、特に中学校までは、課題点、平常点、でテストの点数、授業中のワークシート、いろんなものをね、評価に混ぜて、評定っていうのを出していたと思うんですけど、高専とかね、あの、大学もですけど、そういう高等教育機関に行くと、評価方法はね、極めて明瞭で分かりやすくなりますね。例えば、 一番シンプルなのが、もうテスト4回の、まあ、点数の平均。これが一番シンプル。これテストだけで評価する。で、一番オーソドックスなのが、課題を20%評価。で、テストの点数の平均を80%評価。これだとね、実はテストの点数がね、欠点のライン。ちょっと下回っていても単位が出たりすることがあります。課題がね、きちんと出されている場合が多いからです。なので、課題がね、評価方法にある科目っていうのは必ず、課題をね、しっかり仕上げて出しておくと、もしね、今後のテストでつまずいて、点数取れなかった場合でも、単位がね、しっかり出ることがあるので、課題点が評価に含まれている科目は絶対にやっておいた方がいい。 だからセーフティーネットな感じなわけですよね。日本社会と一緒ですね。社会保障とか、社会福祉みたいなもんで。ね、せっかくね、あの、生活保護とか、援助金とかがあるのに、それを利用しないで、お腹空きました、食べるものがありません。 仕事が見つかりません。お金がないです。っていう風に言ってしまうようなものなので、しっかり課題を出して、自分にとっての救済措置っていうのを作っておくことをお勧めします。話を戻すと、要するに、テストの点数4回の平均が評価方法の科目は、まあ、若干単位を落としてしまう人が多いかなと。まあ、要するに、もうテストの点数取ってないと、もうそれだけが評価なんで、要するに60点以上絶対必要なわけですよね、平均点が。要するに4回のテストで240点は絶対取らないといけないと。4回のテストの合計点が240点を越こさないと単位は出ないっていう科目は一部あるので、まあ、そういった科目は、まあ、ちょっとテストは、 要注意警戒ししなななななががががら受験いいいいいといけないかなとけかう,うには思いますすすすここれれつつ目目目目ののの特特徴徴、まあ、ででで科科ねね配点が雑な科目です、ね、あ小学校の時のテストが一番想像しやすいですかね。中学校の定期試験って、2、3点、2点、3点、5点、高くて5点、みたいな配点だったと思うんですけど、小学校の時のテストって、1問10点とか、1問15点みたいなテストじゃなかったですかあんな感じのテストが少し増えますね。特に専門、数学、物理、などなど、う高専の先生もテスト作るの大変なんで、もう大雑把に、もちろん途中式とかを書いている 部分点点を上げるるという方式ですすががが一問一問の配点が雑になるテストが増えますねでそういうテストは、まあ、ちょっと、これも先生にもよるんですけど、一問落としてしまったらごっそり10点、15点マイナスされてしまうので、もうそういう科目は、な、もう準備してない場合、もう部分点もないわけですから、まあ、単位が落としやすい、すなわち点数取りにくいっていう科目の特徴の一つになるかなというふうには思います。だから、まあ勉強しなかったら一気に点が引かれるっていう科目がね、増えてくるかなとは思います。では次行きましょう。四つ目の特徴。えー、授業で使った教材と全然違う問題がたくさん出る科目。まあ、ほとんどの科目は、 授業中でやった問題の数字とかちょっと文言をちょろっと変えて類題としてテストをするっていう科目がほとんどなのでそんなに恐れることはないんですけど先生によるとやっぱりですね え、こんなん授業でや、やったみたいな。<laughs> でも先生からすると、え、これ授業でやった問題と一緒じゃん。みたいな感じで出題されることがあるんですけど、まあ、それがテストの点数の40点以上出される科目とかはちょっときついかな。そういった科目は、まあ、クラスの5分の1とか、クラスの6分の1とかが単位を落としちゃったりする場合があるかなというふうに思います。とりあえず今4つ挙げたんですけど、この特徴が重なれば重なるほど単位を落としてしまう人が多いかなっていうふうに思いますし、皆さんここまででちょっと気づいたと思うんですけど、え、科目の名前とかじゃないんだっていう気づきですよね。あ、物理が難しいですよ。数学が難しいですよ。 専門が難しいですよとかではないんですね、実は。これ、どういうことかっていうと、一言で言うと、先生によるんですね。 テストを作る先生による、どんな授業をして、どういうテストを作るかによるんで、科目によらないってことなんですよね。だから、高専だから、数学は単位を落とす人多いですよ。物理は多いですよ。とか、文系は大丈夫ですよ。そういう傾向はありますけど、別に例外もあって、先生によっては、こんなぬるい数学のテストあるんだ。そのまま授業でやった問題をね、出してくれるテストなんだっていう先生もいらっしゃいますし、過去問があるけど、めちゃくちゃ難しい。結構準備しないと、ま、60点は取れないよねっていうテストを作られる先生もいますし、要するに、もう科目にあんまり寄らない。でも傾向としては、物理数学専門、それで悩む人っていうのは、 まあ、多少多いですけど、必ずしもそうではないっていうのが結論かなって思います。だから、数学でも、さっき言った通り、めちゃくちゃぬるい場合もあるんですよ。高専なのに。いや、こんなテスト力にならないでしょっていう場合もあるので、一概には言えない。一言言えるのであれば、先生による。先生によりますね。今言った通り、演習問題が少なかったり、評価方法がテストの素点、平均点だけだったり、配点が雑だったり、授業で使った教材と、ちょっと同じような問題が出ないっていうパターンが重なれば重なるほど勉強しにくくなる。単位を落とす人の割合は少し増えるかなっていう印象です。で逆に、これとは逆の特徴である場合は、かなり対策しやすい。みんな点数取ってる。 かなというううに思いいますということで、えー、行きましょう。えー、次は、おまけとまとめですね。まあ、要するに、勉強しにくい科目とか、あと、前例とかお手本が不明瞭、過去問がないとか演習問題がないとか、勉強しにくいですよっていう科目が単位落としやすい科目なのかなっていうふうに思います。以前ですね、こういう勉強しにくい科目の勉強方法という動画をアップロードしてますので、もしよろしければね、こちら参考にしてみてください。今回の動画と結構相性がいいと思うので、こちら合わせて知っておくとお得かなというふうに思います。それでは、今回の動画終わっていきたいと思います。 思いますあなたの選択肢に高専をもし、今年度、高専受験予定の方、ご家庭、ご本人が動画をご覧の場合は、高専受験生向けの教材、動画、これからたくさんアップロード予定です。ぜひ、引き続きこちらのチャンネルの動画をお楽しみください。毎年、このチャンネルや動画をしっかり見て、高専受験を有利に進めている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも引き続き、一緒に頑張っていきましょう。 在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。もう定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。第2本図書の教科書ガイド、解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。 短期受講生募集中です。4月、5月、6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみたいですという方、募集中です。概要欄、コメント欄から体験授業のお申し込みをお待ちしております。大学編入への過去問、配布中です。こちらのアンケートお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問、プレゼントいたします。ぜひともアンケートお答えください。新一年生向けの予習講座のご案内です。 前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策のめちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専、新1年生、授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。第2本図書の線形代数、微分積分1を想像していただけるとわかりやすいと思います。こちらの教科書、 まるまる1つ分まるまる1冊分それぞれ解説授業をしています予備校レベルの分かりやすい授業になっております実際にこれを使われた方がね大学編入を有利に進められたりとか定期試験で80点90点取れるようになりましたという声たくさんいただいていますぜひともこちらご利用ください高先生向けの授業資料も配布していますこちらもアンケートをお答えていただいたらですねアクセス URL をお送りしていますのでぜひともご利用ください